これは本当来日記念版で出すということでね、大特急で作業したんですけども、 LA メタルサミットそのものが中止になるという大どんでん返しですね、行き場を失ってしまったんですけど、中身すごいんですよ。それがあのスローターのね、マーク・スローターの2枚目のソロアルバムなんです。ハーフウェイゼアっていう、マークはもともと LA メタルじゃないんだよね、スローターね。まあ、まずスローターそのものがラスベガスですからね、これネバダ州ですから LA じゃないんだよな。で、未だにマークはラスベガス住んでるんだと思うんですけどね、やっぱりね、マーク才能あるんだよね。で、ドラム以外の楽器全部自分でやってファーストアルバムを作り、でね、ファーストアルバムはこんなのもできるよくらいの感じだったんだと思うね。この2枚目でね、マーク・スローター才能発揮してますよね。もともとマーク・スローターは、元キスのビニー・ヴィンセントのビニー・ヴィンセント・インベージョンでデビューを飾り、その後に自らの名前を冠したスローターというバンドでね、数多くのヒット曲を出すわけですけど、やっぱり彼もすごくトーンの高いボーカルが一つ無理だったんですけど、これすごいね。何がすごいかって、マーク・スローターね、ソングライターとして、あとギタリストとしてもいい腕持ってんね。あとアレンジも素晴らしいよ。一人で作ってんだから、ドラム以外大したもんですよ。5月の10日にね、実は来日記念版っていう感じでユニバーサルもがっつり盛り込んでたんですけども、本当に残念ながらないよみたいな、エレメタルサミット中止になっちゃいまして、それからチケット売れてなかったんだと思うんだけどね。まあ、それはさておき、いいアルバムなんで聴いていただこう。5月10日発売、マーク・スローターのセカンドソロアルバム、ハーフウェイゼアから Hey You!